おはようございます。現在ね、まなちゃんが家に何日かいないからあれあれでございます。はい、まあちょっとママが来る前にはね、家を片付けたいと思うんですけど、見て、ここにテレビが、そう、こっちにはかかるテレビがなくて、こっちにはテレビがあって、これは昔のなんかやつだよね。そう、で、そして今がこれ、でるーん、でっけー。確かここにテレビって書いてある。あ、それで分かったのルこれはね、ハイセンスっていうメーカーの75インチ超でかいやつ。超でかく、でかくて、そう、見てこれ 4K。 そしてね、でかいテレビを支えるかわいいスタンドも買いました。これで今日朝撮ってくれたんだ。これスタンドなんだ。これ運べる、これ、うん、無理。じゃあパパが運ぶ。なので、このハイセンスの45インチのテレビをパパとルイで今から設置します。パパ、ここに。ジョマナ。はい、じゃあここをね、空っぽにしたので、ここにでっかいテレビを置きます。よし、ここまでとりあえずできました。で、あとはテレビを今から取り付けます。見てください、これやばくない？俺このぐらいで、横に166センチだから、まあ、俺よりはちっちゃいけど、マナよりでかいぐらいの。あ、ルイが来たら分かりやすい。ルイを横にこんなる。めっちゃでかくない？ルイ身長ぐらいの箱のでかさじゃん。やばいね。これを今から開けます。箱のね、注意書きに書いてあるけど、2人でやってくださいって書いてあります。ルイとルネがもう生まれる前にこういう仕事をバイトとかでしてたから、もう全然大丈夫だけど、みんなは2人で必ずやってください。おぉ、出てきました。やっぱね、55インチのテレビだと、この、ね、ソファーとの距離だとちょっとね、マナが見づらいって言ってたの。だからもうマナーが見づらいって言うんだったら変えてあげようということで、もっとでかい75インチにしました。じゃあもう早速セットしちゃおうが、ちゃんとここがこうやって引っかかるから、そこにちゃんと見てね。うん、OK。 これ引っかかった？うん、後ろ見てよな。あ、ここね、ちょっと待って、ちょっとここじゃないかな。めっちゃでっかい。後ろ行って。うおお。でっか。これ待って、もっと低くした方がいいね。うん。じゃあ、よし、二回目行くぞ。そこの場所でも上に仕掛けないと。左、そう。よかった。うん。引っかかった。あ、場所もぴったりじゃん。できた。できた。下がまだ。下が、手気をつけて、また挟まるから。 OK。 見てください、ルイくん、でかくない？見るよ、いっせーので、あやば。よっしゃ、ちょっとジョンマナ見るか。いた。おはようございます。でっけー、でっかー。ルイかわいい。ペコピック。飛行機乗りたいとか言ってんだけど、かわいい。超でっかい画面でジョンマネ見れるよ。見て、ルイダム、ルイダム好きだった昔の。本当だ。こんな感じで、あー、この時覚えてる。撮れなかったけど、大きい画面めっちゃ見やすいね。やばい、ハゲになっちゃってる。めっちゃ見やすい。あ、歯だ、なくなってる。歯がね。でも今はあります。泣いてる。何に泣いてんだろう。しゃべりあげたらブ泣きやむ。これを
そっと泣くでも、もうルイはおしゃぶりしなくても大丈夫だよね。うん、すげえゲームできる楽しい。うわ、これはできるわ、ゲーム。ストレスなく。あー、いいね、いいね。全然遅延ない。今ね、低遅延モードでやってるから全然遅延がない。超楽しいんだけど。そうだ、このね、テレビね、75インチあって破格の15万円なので、普通ね、このテレビ、このぐらいのサイズのテレビってほんと何、30万からもうそれ以上、50万、60万とかもうそのぐらいする値段なんだけど、なんと15万で買えて、なおかつ東芝のレグザと共同開発してるから、機能面とかもうね、本当その高いテレビと同じなのに15万円で買える、めちゃくちゃコスパのいいバカでかいテレビです。いや、これは本当におすすめ。そして見て、これリモコンにね、 Netflix、 YouTube、Amazon プライム、Hulu、Ameba TV、Unext、 もうね、すぐポチッとしたらほら、すぐ見れる。やばい、この後ろ開封した跡が開封した跡が残ってるけど、まあ、こんな感じでね、もうワンクリックで見れるんだよね。やっぱそれも超いいよね。だから Netflix 見たいなと思ったらポチッと押せばいいし、で YouTube 見たいなと思ったらポチッと YouTube 開けばいい。そしてね、箱にも書いてあるけど、メーカーの3年保証があるので安心して買える。だからもうすぐ壊れちゃったとかなっても3年間は保証がついてるからめっちゃいいね。早くさ、マミちゃんもさ、ママも帰ってきてさ、あのテレビでみんなで映画とか見たいね。マミちゃんさ、ルイのさ、ルイとヌネの赤ちゃんの時見せたい、あ、動画だからマミちゃんがもっと大きくなったら、お兄ちゃんもこんな感じだったんだよってさ、 YouTube 見せれるね。うん、楽しみだね。うん、ルネちゃん、なーに、明日ママがさ、お家戻ってくるので、ママにサプライズすることがあるんだけど、まだルネも見てないから、来て、目つぶって、目つぶって、こっち来て、こっち、こっち、こっち、見えないよ。大丈夫、声の方に、じゃ持っててあげる。こっち来て、こっち来て、こっち来て、こっち来て。OK。うん。じゃあテレビを見てください。はい。あ、もう見ちゃった。そっちじゃない。あのテレビどこにある？どう？なんかさ、テレビじゃなくてさ、もっとさ、ドキドキするさ、やつさ。いや、だからこれはママにサプライズする。次は？次はルネのサプライズは？ない。あ、ちょこ。はい、ということで、もう一個のね、ビッグサプライズをしに、僕の同級生の友達のとこまで来ました。実はね、みんなにも言ってなかったんだけど、前にちょっと言ったか、新しい車をね、買いました。まだね、全然あの、ちょっと可愛いカスタムをするところで、まだ全然途中なんだけど、一旦明日マナが退院するっていうことで、まあ、マナに何もね、伝えてない、この台車の K で、多分行くと思ってんだけど、この新しい車で迎えに行きたいと思います。よし、じゃあ見てみよう。ジョマナ、うわ、かわいい。はい、あのかわいい車なんだけど、ちょっとね、今車入れ替えるために早く荷物を入れていかなきゃいけないんだよね。はい、ということでやっと、超かわいい。はい、そう、この車をね、今ね、マナがで寂しくて俺に鬼電してきてるんだけど、もうね、こっちの方に来てるって言っちゃうと、もう、あ、なんだ、フィアット取りに行ってんだってバレちゃうから今めちゃくちゃ無視してるんだね。
もう早く言いたい。まあでもちょっと今ね、ルイトルね、実家に預けてて、また迎えに行かないといけないので、はい、とりあえずルイトルねを迎えに行きます。やったぜ、ジョマナ。はい、ということで帰ってきました。キッズ、あのフィアットはサブカーとして買ったので、メインカーはもちろんベンツ、まあ、まだちょっと今乗れてないけど、だから、まあ、今は普通のみんな乗れる車プラスフィアットで乗ってる感じです。だからフィアットだと家族みんな乗れなくて、まあ、あれは基本的に俺とマナとマメちゃんだけで乗る時に乗るやつで、あと普通にみんなで乗る時はベンツに乗るっていう感じで、フィアットを買いました。まあでもどっちにしろマナとマメちゃんは、まあ、1ヶ月間ね外出れないから、まあとりあえずこの1ヶ月の間にベンツをねなんとか直して乗りたいっていう感じです。はい、とりあえず今日は、はい、一旦寝て、明日のサプライズ退院1日目、このねでっかいテレビとかわいいフィアット2つをねサプライズしてします。ってことでまた明日。おはようございます。ってことで今時間がなかったから洗車機で洗っているところです。あっち行こう。やっと会えたね。GK の再会。喉が痛い。なんか飲んでいい？うん、入ってる。OK。 家帰ったら俺がミルクとかをあげれるから、その間寝れるよ。でもね、おっぱいがね張り込みすぎちゃって、あ、搾乳してから、それ結局張っちゃうよね。そう、しかも子供が泣くと張るんでしょ。そう、すごいよね人類って。すごい今ね、もう退院するから、なんかすごいいろんなねプレゼントがそこの袋に入れてもらったんだけど、なんかおむつとか石鹸とかね、なんかそういうのよくさ聞くけどさ、うん、生まれた時の写真とか、そうそうそう、産声とか、あとなんだ、足のスタンプみたいな、足のスタンプ、あんなのうちはできないじゃん。やんなくていいんだね俺は。すごくない？めんどくさがれにもいい病院ですね。ここ全然入んない、骨盤が広がってて。大丈夫、袋ある。最悪このパジャマ。あ、そっから。てかまださ、まだ骨盤広々なんだ。広広だね。あ、いけたいけた。で、後ろのチャックがバツンとかやめてるの。くっそー、マジ最悪。マジでミスった。今もうチェックアウトギリギリになって、でマナがさ服入らなくて、なんかもう胸が大きくなっちゃってるから、わ入んなくてやばい、どうしよう、もうじゃあ俺今から違うのを買ってくるよっつって外に出て、俺ちょっと焦ってたの、うわやばい、チェックアウト遅れちゃうと思って、なんかもう本当に無意識に、今から車で行ったらみたいな感じで考えて、車の鍵を取り出して考えてたの。めちゃくちゃフィアットの鍵を出して俺考え事してて、でマナが、え、なんでフィアットの鍵持ってんのって言われて、でとっさにとっさに、ああ、これなんかスペアキーでもらったからって言ったんだけど、うわ絶対気づいてる、今多分気づかないふりしてくれてんだけど、くっそマジで俺本当にそういうミスするんだよな、しょうもないミス。まあでも、まあ、多分マナーが、もしかしたらマナー気づいちゃってるかもしれないけど、まあでも多分ね喜んでくれることには多分違いないと思うから、とりあえず急いで服を持ってきます。ジョマナ、ミルク飲んできたでしょ、ママのおっぱい取ったやつ。まだ足りねえよ。足りなかった、もっとよこせ。おー、あくび長い長い。梅干しすぎて面白いな。何この顔、この顔かわいい。この顔よくやるんだよね。この顔かわいい。ありがとうございました。
ですか。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございました。待ってください、これ。やばい。この色かわいいじゃん。いやいや、合ってる合ってる。このタイヤめっちゃ可愛くない？うん、まだ見てないタイヤ。あ、見てない。じゃあ後で見よう。ありがとうございました。やばー。暑い。フィアットできた。マジでフィアットの鍵なんで俺あそこで出したんだよ。え、だからなんか鍵だけ先に来たんだってほら、そうだ、封筒とかでさ、そう必死に、なんかスピアキーあったんだ。スピアキーも別にその時もらえばよくねと思ったけど、でもなんかそれどころそんなの考える暇なくて、よかったね、マナがかんなんか臭い人で。いや絶対バレたな、でもバレてもいいやと思って、全然バレなかった。え、てか超可愛いんだけどこの車。やばいでしょ。でもなんかさ、運転まだ難しい？いや難しくないけど、やっぱりやっぱちょっとマニュアルっぽいさ、そうそう、癖があるよね。うーんってなる。てかさ、めっちゃ可愛いんだけどこの車。ねえ、私ロックに似てる。似てる。てかさ、ちょっとこのハンドルとさ、やばい、このダッサイナビは買える？でもソニーだね。あ、まあソニー、あ、じゃあちょっといいかも。やばい、見てこの このドアノブっていうの、これもうまだずっとこの車が乗りたくて、ずっとずっと欲しくて、自分が免許取ったら絶対このフィアットに絶対欲しいって思ってたの。デイトルネしか乗せないし、だけど結局免許取る予定だったんだけど取るに行かなくて、でもねやっぱり欲しい、ベンツ壊れたしもう1台買ってもいいかもって思って。で実はね、そうこの車買った経緯もね、マナに何も言わずに俺が買ったんだよね。そうそうなの、まあ、会社としてね売るために仕入れたんだけど、うんうん、なんか普通に可愛くて多分乗っちゃうよね。そう俺たち欲しいと思って、まあ、一応俺たち用にだからね、タイヤとか可愛くカスタムしたんだよ。そう、ホイールもめっちゃ可愛いんだよね。まだちゃんと見てないんだ。見てない。しかもなんかさ、助産師さんとかが小石さんがいたからさ、あ、これで来たんだみたいなさ、めっちゃクールぶってあ、これで来たんだ。え、でももう内心で どんどん嬉しくなっちゃった。やばいってなった。で、あの先生たちがみんなあの出口のところに行った時にまだ、うん、ってなってたね。クールぶってんだから、ツンデレだから。家でもそうだよね、家ではさベタベタするけどさ、外で俺がさチューとかしようとすると、ね、今やめて。だってめっちゃ日本人だから。やばい、あの車に興味ないマナがちょっと降りて撮ろうって言って。でも難しいな、車好きみたいになってる。このさ、ホイールさ、ちょっとさ、ボディ色っぽくない？そうなの、なんでそういう風に見える目のさ、白だと思うけどな。どうですか、最高。ここめっちゃ映えるね。マナのこの姿がおもろいんだけど。これがおもろい、この姿が。ジョマナ帰ってきました。さあ、ルイくん、マメちゃんと初対面。ルイと初対面別で撮りたかったんだけど、もうルイが先に発見しちゃった。どう？でか。全然でかい。全然でかい。ルイの可愛いるね。ね、ルイのチンチンすごい。どうですか？手は？これ？手はね、手覗いてるよ。めっちゃ寝てるね。あ、じゃんけんしよう。最初はグッ、じゃんけんぽい。負けた。ちょっと、ちょ、ええー。負けてあげる優しさ。なんか笑ってるよ。なんか笑ってるよ。めっちゃお兄ちゃんする。え、笑って。梅干しになっちゃう。最高。かわいい。ずっとそこにいるね。うん、だってかわいいの、うん、なんで生まれたばっかりの子と離れるの。ね、生まれたばっかり
くりだよ。あっち行こう。あのね、私保育園行った時ね、あの、やっとこの時が来たって言ってたんです。そしてお家帰りたいと思います。今ね、あの、あともうちょっとでね、お家へ帰るんだけどね、パパはね、運転してます。ちょっと揺れちゃった今日はワンちゃんに会います。楽しみですか？はい。じゃあバイバイ。どうですか今の気持ち？今の気持ちはもうさ、可愛い気持ちになってる。どうですか今の気持ち？嬉しいです。どうですか、もう一回手洗う気持ちは？嬉しいです。でも、まなちゃんの気持ちは楽しいです。マスク触んないでね、触んないでね。いい？もう一回手洗って。タコさせたい。タコしたい。どうですか、お姉ちゃん。かわいい。妹だよ、妹。誰に結んでもらったの？え、あの佐藤先生。2本しかないのにすごいね。2本、何が？2本しかないのにすごい。何が2本？あの、ごめん。これ3つ目の話？ママさ、1マルネがさ、赤ちゃんの時ちょっと俺れこってさ、なんか言ってたよね。そうなの？え、言ってたよルネ、マメちゃんも大きくなったら YouTube 見て、うん、あ、お姉ちゃんこんな優しかったんだって見るかもね。こっちの方もいた。めっちゃさ、気になってる。カメラが怖いんだ。カメラ向けた瞬間なんか、カメラ怖いんだよね。逃げるの、黒いからね。ちょっと怒ってるみたい。足こちこちしてる。いいよ。こち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 ょー、こちこちょー。手こちこちょー、こちこちょー。それママの手？え、それママの手だよ。ママにも。あ、やってんの？うん。ハメちゃんの手さ、ね、これ長すぎ。まだね、ぴったりのサイズがない。ちょ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 、手気をつけてよ。優しくね。上手上手。熱そうだからこうやってね、めくろっか。シュシュワグじゃんけん。折れやすいから気をつけてね。ポー。いいよ、大丈夫。怖い怖い怖い。ルイもこういう感じだったんだよ。そうだよ、覚えてる？覚えてない。ルイ生まれた瞬間、チモティに抱っこされてるからね。テルリンにも。あとは、パパとママにも。テルリン対スズキ。トモも、イーゴも。もうみんな抱っこしてんの？ちなみにルネもだからね。ルネも生まれた瞬間、チモティも、テルリンも抱っこしてる。先は、バーとジーだった？うん。抱っこしてんの。チモティとテルリンが一番最初。チーン。でも生まれてよかった。チンじゃないし。はい、こんな感じでルイくん、ルネちゃん、まあ、ルネは一回ちょっとあったね。うん、せーの、ば。ルイとルネ初対面動画でした。ついね、ちょっと咳が出てるからって気使ってマスクずっとつけてくれる、ね、全然大きなくないね。多分もう居心地最高にいいんだろうね。もうマメちゃんさ、お腹の中でずっと寝てたんじゃない？でもお腹の中にいる時にルイとルネの声がずっと聞こえてたから、病院にいるよりももう超心地いいって思ってんだよきっと。こんなに寝てることないもん、病院で。ね、素晴らしい。ということで、バイバイ。バイバイ。